旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人のまいこです。今回はユニバーサルスタジオジャパンのインスタ映えスポット15選をご紹介します。一度は訪れたいユニバーサルスタジオジャパンには数多くの写真スポットがあります。ここではユニバーサルスタジオジャパンのインスタ映えスポット15選を紹介しています。どこも素晴らしいところばかりなので、ぜひインスタ映えを狙ってみてください。一か所目はモンマルトルカフェをご紹介します。ユニバーサルスタジオジャパンのハリウッドエリアにあるのがモンマルトルカフェです。淡い紫色の外壁が映える建物は1922年に初めてハリウッドにオープンしたナイトクラブがモデルとなっています。ショーウィンドウの中にはジオラマがあり、今の文字になる前のハリウッドランドが浮かんでいます。夜間にはネオン看板も美しく、インスタ映えを狙える絶好のスポットです。続いてはピンクカフェをご紹介します。こちらもハリウッドエリアの中に位置しているのがピンクカフェです。白やレンガ色の建物が多いユニバーサルスタジオジャパンで、ひときわ目を引くショッキングピンクの外観のカフェです。店内もピンク一色となっていて、可愛らしい外観とともにどこを撮ってもインスタ映えすること受け合いです。カフェですが、ここでしか飲めないピンクラズベリービールなども提供しています。続いてはハピネスカフェをご紹介します。ユニバーサルスタジオジャパンで唯一ともいえるドリンクバーメニューがあるのがハピネスカフェです。他と比べてもリーズナブルに味わえるレストランとなっています。季節やイベントで変わるメニューのほか、誕生日など好みの数字や名前を刻んだオリジナルコーラが作れると大人気です。テーマパーク内では高くなってしまいがちな飲み物ですが、ドリンクバーである程度飲みだめができそうです。続いてはメルズドライブインをご紹介します。アメリカングラフィティの世界が満喫できるのがメルズドライブインです。50年代の米国の雰囲気漂うカジュアルなファーストフードのお店です。ボリュームがたっぷりのハンバーガーのほか、サイドメニューだけも頼め、ちょっと小腹が空いた時にも最適。夜間になるとネオンの明かりも点灯し、昼間とはまた違う雰囲気のレストランに変化します。映画の世界に浸れるインスタ映えスポットです。続いてはスヌーピーバックロットカフェをご紹介します。ユニバーサルワンダーランド内にあるカフェテリアがスヌーピーバックロットカフェです。割と空いていてすぐに座れると評判のお店となっています。店内にはスヌーピーたちがたくさん集合していて、ファンならずとも楽しい雰囲気です。スヌーピーの照り焼きバーガーセットのほか、キャラクタープリントの容器に入ったパスタなど見た目も味も楽しめます。子供連れにおすすめの一軒です。続いてはハローキティのカップケーキドリームをご紹介します。ユニバーサルワンダーランド内にある楽しいアトラクションがハローキティのカップケーキドリームです。メルヘン世界に迷い込んだようなハローキティファンにはたまらない場所の一つとなっています。くるくる回るカラフルな色のカップケーキはインスタ映えのショットがたくさん撮れること受け合い。小さな子供連れでも大丈夫なのは嬉しいところです。続いてはハニーデュークスをご紹介します。ハリーポッターエリアに位置しているのがハニーデュークスです。入り口を抜けた左側の場所にあるお土産屋ショップです。魔法学校の生徒たちも大好きなお菓子屋となっていて、バーティーポッツの百味ビーンズなどハリーポッターの世界のお菓子が盛りだくさんです。ピンクとグリーンを使った内装の店内はタイルや階段など本物の魔法世界へ迷い込んだような気分。お土産には惚れ薬もおすすめとなっています。続いてはマダムパディフットティーショップをご紹介します。ホグズミード村にあるのがマダムパディフットティーショップです。不思議な形に積み上げられたポットの外観が印象的なスポットです。映画ハリーポッターでハリーの初恋相手のチョーちゃんを連れてきたお店となっています。暗くなってからライトアップされたお店も素敵なので、インスタ映えを狙いたいところ。続いては空飛ぶ魔法の車をご紹介します。ハリーポッターエリアのホグズミード村へと通じる道の途中にあるのが空飛ぶ魔法の車です。
映画では重要な役どころとなっているウィーズリー家の空飛ぶ車です。車を押したり寄りかかったり、いろいろな撮り方がある人気のインスタスポット。またここに来る道中の景色も素晴らしいものがあり、映画を見ていない方でも引き込まれる世界が広がっています。続いては地球儀をご紹介します。ユニバーサルスタジオジャパンの正面ゲートの前にあるオブジェが地球儀で、別名はユニバーサルグローブです。この地球儀で思い浮かぶのは、関西でユニバーサルスタジオジャパン、関東ではディズニーシーです。これはユニバーサルスタジオジャパンのシンボルともなっています。夜間はライトアップされるので、綺麗なインスタ映えを狙えるスポットです。続いてはミニオンパークをご紹介します。映画ミニオンをテーマにしたエリアの一つがミニオンパークです。巨大ドームスクリーンに映し出される臨場映像に大興奮のスポットの一つ。街中のあちこちで大量のミニオンたちがやりたい放題の大暴走となっています。ぶっ飛び気分で楽しいはちゃめちゃライドなど、親子揃って楽しめます。インスタ映えしたいならミニオンパークというところです。続いてはホグワーツ城をご紹介します。険しい岩山に堂々と立っているのがホグワーツ城です。ユニバーサルスタジオジャパンの強いこだわりで実現したエリアです。ハリーポッターファンには感動ものの施設となっていて、本物の非日常の旅を味わうことができます。内部見学ができるアトラクションは2つあり、ウォークスルーとフォービドゥンジャーニーとなっています。続いてはラグーンをご紹介します。ユニバーサルスタジオジャパンの中心部に位置する大きな池がラグーンです。ラグーンは多くあるエリアを移動する時の目印となっています。それぞれのエリアから見るラグーンは、爽やかな潮風を感じる浜辺に見えたり、のどかな漁村に見えたりと、その表情は様々です。夕暮れ時はジュラシックパークエリアの方向に夕焼けが見え、インスタ映えを狙えること受け合いです。ラグーン沿いのテラスは外せない休憩スポットです。続いてはグラマシーパークをご紹介します。ユニバーサルスタジオジャパンの公園ともなっているのがグラマシーパークです。ニューヨーク市のマンハッタン区にある公園を模して作られています。見晴らしが良く、5月頃からはバラが綺麗で見応えがあり、秋の後半からはクリスマスツリーを見ることができます。主要イベントの際は有料の観覧席になりますが、何もない時は芝生が気持ちいいインスタスポットです。続いてはワンドマジックをご紹介します。ハリーポッターエリアで体験できるのがワンドマジックです。魔法の杖を振りながら呪文を唱えると魔法体験ができるアトラクションの一つとなっています。場所は8カ所もあり、ハリーポッター好きにはたまらないワンドマジックです。杖は正しく動かさないと魔法がかからないので、下手な方にとってはちょっとシビアかも。魔法のようなインスタ映えが狙えます。ユニバーサルスタジオジャパンのインスタ映えスポット15選を紹介してきましたが、いかがでしたか？カフェあり、アトラクションありと魅力あふれるところばかり。ぜひインスタ映えを狙って訪れてみてください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。